王都フェルディアへの侵攻を確実なものとするため、エーデルガルトは国境の要所に築かれた城塞都市アリアンロッド急襲を決断。一方、アリアンロッドではブレーダッド家に仕える女魔導士コルネリアと大貴族フラルダリウス家の当主ロドリグラが守りを固めていた。よくも私をたばかってアリアンロッドに攻め寄せてくれましたわね。けれど私も手をこまねいていたわけではありませんの。
殺してやる。さすがは白銀の乙女、目の前にするとその堅牢さがよくわかるわ。特に正面の防備に力を割いているようね。本体が正面を攻めて敵の目を集めている隙に別動隊で東門より侵入しましょう。タイタニス、私の可愛い人形たち、敵を見つけ次第殺しなさい。ついでに目障りな王国軍もいなくなってくれて構わないのですけれど。アレンナ、コルネリアの使う魔導の兵器ですか。実物がこれほどとは。戦場に立つ以上覚悟はできている。血塗られた道、私が切り開きましょう。これで邪魔はなく。アドラステア皇帝、参る。あと何度戦えばいいのかしら。掃除に行くぞ。穴を開けてやったぞ。強活躍恐れ入りました。今の私の舞台はこの戦場。先制奇襲有利思います。戦場を広く見なくては。よっしゃ、行くぜ。ええ、任せてちょうだい。死にたいものから前に出ろ。まとめて切り捨ててやる。たとえどんな道だったとしても、私は主君を信じて戦う。我が身は国を守護する王の盾、敵を打ち滅ぼす王の槍、フラルダリウスの名にかけてヒコーラを撃たせてもらう。俺は初めてお前と会った時からずっとこの時を待っていたのかもしれん。剣士と剣士の間に言葉はいるまい。来い。どう？罠が厄介ね。でもこれだけ大掛かりな罠であれば仕掛けを制御する設備があるはずよ。
すまないフェリックス。お前の仇は私が必ず。のような若造にわしを殺せるか。ローベ伯が騎士、灰色の獅子グレンダル、参る。タップ。無駄です。戦いが終わるまで私は止まらぬ。仕留める。未来のためも悪くない。
穴を開けてやったぞ。こいつは戦闘に支障をきたすな。助かった。破れるできません。まだ罠は動いているようですな。他にも破壊すべき設備があるのでしょう。やっ！トゲばかり磨いて花は残ってるかしら。掃除に行くぞ。アリアンロッドは必ず守り抜く。私は祖国に、陛下にそう誓った。戦況を覆す。
く。助かるぜ。これが私の覚悟の証。時間を使いました。よいしょ。動かなければ。みんな姿勢を上げなさい。誰が相手でも勝たなきゃならねえ。ようになれたかしら。
実力のうちだぜ。死ぬか。これで邪魔はなくなりました。アドラステア皇帝マイル。チッ、警戒が必要だ。罠が解除されたようね。これで安全に進軍できるわ。目指すはコルネリアただ一人。全力で攻め上りなさい。悪い。掃除に行くぞ。しない。また一つ力を得た。死力尽くします。皆のため破れるできません。おい、私が相手をしてあげましょう。お前の邪魔すんな。もはやこれまでか。そう、それがあんたの書いた筋書きってわけ。傑作だ。踊らされていたのがこちらとはな。報酬を与える必要があるかしら。私たちの勝利よ。よくぞアリアンロッドを陥落せしめたわ。アリアンロッドの掌握、そして王都フェルディアの進軍準備は他の軍が行う。私たちはガルグバクへ取って返し、同様に王都攻略の準備に入る。フォドラ全土の統一まであと少し。みんな一層の活躍を期待しているわ。
急にガルグマクに来るなんて、どういう風の吹き回しかしら、おじさま。何、旧同盟領でやるべきことがおおよそ終わったのでな。ケンロウと名高いアリアンロッドを落とした名の顔を見に来たのだよ。実に見事な手際だったと聞いておる。味方さえも欺く行軍だったとか。褒めてくれて嬉しいわ。でも味方を欺いたというのは語弊がある。情報が漏れるのを嫌っただけよ。兵士の中に教団のネズミがいては困るから。そうか。だが残念なこともあるぞ。こちらに寝返る手はずだったコルネリア、あやつを撃ってしまったのである。まったく無駄手を踏んだものよ。それとも殺したかったのか。ノー。相手が殺しにかかってきたのよ。恐ろしい魔導兵器を使ってね。自分で動き戦う人形よ。知っていた。そうな。だがなればこそ味方につけるべきではなかったか。かような戦慮しかできぬようでは、いずれ帝国の未来にも暗雲が垂れ込めてこよう。心配ありがとう。どんな闇だろうと打ち払ってみせるわ。祈っておるぞ。テイトはアリアンロッドの二の舞にならぬことをな。アリアンロッドの二の舞？それはどういう。我はもう行かねばならぬ。さらばだ。エーデルガルト様、ここにいましたか。たった今、信じがたい知らせが、天から光の柱が降り注ぎ、アリアンロッドが崩壊したと。崩壊？おそらくは何らかの魔法、禁術のようなものやもしれません。ヒューベルト、詳しい報告を。は、すみません。私としたことが動揺を隠せませんでした。天空より飛来した光の柱が爆発し、アリアンロッドの聖城と北の城壁が全壊。当初をはじめ、ローベ家の主要人物は皆死亡したと思われます。我々と交代でアリアンロッドに入った帝国軍の将兵も3割ほど行方不明です。そんな。これが叔父たちの切り札というわけね。コルネリアを撃った一種返しにアリアンロッドを破壊したと。時期尚早でしたかな、コルネリアを撃ったのは。いいえ、いずれ彼らと争うならば戦力を減らしておいて損はない。それに彼らの切り札の正体を明らかにできたことが大きいわ。ヒューベルト、あなたの調べていた煉獄の谷アリルの伝承、それはこのことだったのね。可能性は高いかと。ガルグマクより北に一年を通して大地が燃え上がるという谷があります。かつて天より光の杭が落ち、地はうなだれ、森は焼け、煉獄が現れた。女神の仕業かとも考えたのですが、これは彼ら闇にうごめく者の攻撃だった。そういうことなのでしょう。それが分かっただけでも、アリアンロッドで死んだ皆は決して無駄死にではないわ。ともあれ、情報は統制した方が良さそうですな。そうね。皆にはできる限り伏せて、先生も頼んだわよ。アリアンロッドの法については皆も聞いたと思う。セイロス教団は卑怯にも禁術を使って無差別に町の住人を殺したわ。
ローベ家の者たちや帝国軍にも少なからず被害が出た。調査によるとアリアンドットを破壊した剣術は連続で使えるようなものではない。しかし足踏みする猶予はありません。来節のうちにも我々は決着をつけねば。すでに帝国軍の一端は当主のロドリグを失ったフラルダリウス領に攻めかかり、間もなく王都フェルディアへの進路を遮るものは何もなくなるでしょう。追い詰められた彼らが何かをしでかす前にタルティーン平原を抜けフェルディアを攻め滅ぼすは、帝国によるホドラ全土の統一、いよいよそれが現実となる。いよいよか。武者震いが止まらねえ。強敵どんと来いだ。対決が避けられないのは分かってるけど、もっとみんなが苦しまない道はなかったのかしらね。共に天いただかず生きる方法違うですから。私たちの道突き進むのみです。追い詰められた教団か。町を破壊する禁術みたいなものはもうごめんだよね。紋章とか英雄の遺産とかでもっと有益な情報があればな。リンハルト、君はまだそんなことを言っているのかい。私たちの使命は一つ、この戦いの勝者となることさ。私たちは勝ちます。だって負けたらひどい目に遭うんです。そんなの無理、無理だから。なんか引っかかるけど、まあいいか。何が何でも勝たなきゃいけねえんだからな。効果の章、大樹の説、復讐の野。アリアンロッドを攻略した帝国軍は王都へ向けて進攻を開始。同時に当主ロドリグを失ったフラルダリウス領にも軍を差し向け、二方面からの王都攻撃を企てる。アリアンロッドが落ちたか。ロドリグ、フェリクス、イングリッド、お前たちの死を無駄にはしない。決して。先ほど石膏が戻りました。帝国軍は王都へ向けて進軍中のようです。良いのですか、ディミトリ。国主たるあなた自ら迎撃に向かうなど。ご心配には及びません。たとえ私が倒れてもブレーダットの血は続くのですから。それに元より王国は貧しい土地です。籠城戦に持ち込んだところで敗北は必至。我が軍は平原に布陣して敵を待つ。そちらは迂回し帝国軍の脇腹をついてください。確かに現状を鑑みれば平原での決戦は合理的な選択でしょう。もちろん私に依存はありません。ですが俺が欲しいものは一つだけ。他の獲物に興味などありません。その言葉を信じます。あの子をなかったことにするのは私の役目。ああ、必ず、また必ず私が取り戻してみせます、お母様。どうでしょう、エーデルガルト様。彼らはフェルディアにこもると思いますか。迎撃するに決まっているわ。フェルディアは簡単には落ちないでしょうけれど、大軍で包囲して補給線を断ってしまえばいつかは必ず陥落する。それよりは
野戦での対象にかけるはずよ。タルティン平原でのね。千年以上前に聖者と嘘吹くセイロスが解放王ネメシスを撃って逆転勝利したの。そして400年ほど前に勇者ルーグが時の皇帝を撃って王国の建国に至ったの。その再現を狙うんじゃないかしら。やはりそうなりますか。帝国軍は強兵といえど個々の強さではセイロス騎士団の精鋭には劣るでしょう。王国軍もブレーダット家直属のこの絵たちは他の兵に追随を許さない頑強さで名高い。となれば戦場にてエーデルガルト様を撃つ、その一点に注力するのは理にかなっています。ヒューベルト、私に戦場に立つなと言いたげね。無論です。狙われているのは陛下なのですから。けれどあなたならこういう時に私が絶対に引かないと分かっているわよね。それも無論です。なので立たないでくださいとは言いません。この先も白き者や実血の子孫など恐ろしい力を持った者たちが立ちふさがる。彼らを打ち破れる力があるのは私たちの仲間でも限られた者たちよ。その一人である私が前線に立たないわけにはいかない。先生、人ごとのように見ているけれどあなたもその一人なのよ。皇帝である私は当然としてもあなただって死んでは困るんだから、最後まで共に生き残るわよ。いい？エーデルガルト、どうしたって何がかしら。最近俺に会うたびに変な顔してただろ。それが今はさっぱりして見えたからさ。あなたって鈍いように見えて妙なところで鋭いのね。鈍いってそりゃないぜ。それは自業自得。ともかく私はね、あなたのことをずっと犠牲者だと考えていたのよ。犠牲者？もう一体何のだ。古くてカビの生えた貴族制度の犠牲者よ。優秀で努力家なのに自分より劣る兄がいるせいで何も得られない貴族の次男。いらぬ努力をさせられそれでもめげずに戦い続けているもの。腐った貴族制度を壊してしまえばあなたを救えると思っていた。あんたはいつもそうやって壮大な話を。話は最後まで聞いてカスパル。だけど私の考えは間違いだと分かった。私の思い込みだったわ。あなたは自分で選んでその生き方を貫いているのね。単純に努力が好きで強くなることが好きで、そして諦めることを知らない。そんな純粋な人がいるなんて私は思いもしなかった。そこまで言われると照れくせえけど、自分で選んで生きてるってのはそうだよ。もしかしたら最初は違ったのかもしれねえ。でも気づいた時にはこれが俺だった。何を背負っても何も背負わなくても生き方を曲げることがない。何のしがらみにもとらわれない。私にはできない生き方だわ。少し羨ましい。俺にだってあんたみてえな生き方はできねえ。それにあんたの方がすごい。どんなもの背負っても下向かねえで、どんなしがらみだってぶっ壊していく。それと実はついさっきあんたを見直したぜ。見直した？あんたもあんたなりに悩んで間違いに気づいたりするんだなって。私だって間違うことくらいあるわ。そしてそれに気づくことも。
俺は間違ってても気づけねえことの方が多いけどな。笑い事じゃないのよ。でもそれがあなたの生き方よね。ああ改めて宣言するぜ、エーデルガルト。俺はあんたのために戦う。全力で喧嘩して全力で敵をぶっ飛ばせ。あんたはその後ついてきてくれよな。ええ、もちろんよ。私たちの未来切り開きなさい、カスパル。